さんこんにちは、リルレです。今日の企画はですね、エギメンタウン。履歴2年目のモチです。とりあえず笑わんように1万円ゲットで、村地が最強。横顔よ。誰の横顔よ。そのこれだ。2年の筋肉です。今回こんな企画に呼ばれたんで、せめてどんどん笑わせていこうと思います。なおかつ笑わずに残りたいと思います。お願いします。怖いです。あ、すすれんタイプの人ですか。もうバキバキやん。いいですね。4年目のしょうちゃんです。とりあえず笑わないように、よく笑ってしまうんで笑わずに頑張りたいと思います。マー君です。お願いします。せっかくいただいたチャンスなんで、しっかり結果残していきたいと思います。気違いよろしくお願いします。リルレについて教えて。リルレの主催者はリルレ、いろんなことに興味を示し、釣りに始まりアナルの開発までを行っています。2年目のマー君です。よろしくお願いします。今回エギメンタル、まあ正直言わせてもらって余裕すぎ、生きてきたポテンシャルが違うから、こっちとかヒヒはしてるんですよ。まあ、ただちょっと不安なのは、モードに入っちゃった時、笑うモードに自分がこう入っちゃった時がちょっと不安ですよね。そこだけどうちょっとどうにか抑えてバシッとやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。5名のね、勇者たちが集ってくれました。今回はですね、賞金が1万円ございます。今日参加費として危ないな、サッカーちょいちょいそういうこと。今日ね、参加費としてエギをね、各自新品のエギなんですけど2本用意していただきました。キスキギャンディとブルボン。ブラジダートル、あーゲーですね。ダートマスターラトルにアオリキュー、フレアマーブルとムラチェス、はい、なるほど。この参加費のエギはですね、これちょっと視聴者の方にね、プレゼントもしたいなということで、別途動画を上げます。そちらもぜひチェックしとってください。はい、それでは、5、4、3、2、1、スタート!何をするの?お腹減りました。うん。もうすぐ早速ですけど、早速ですけど今着いた。もう何時よ、はい、もうご飯の時間いい。とりあえずご飯をじゃあ持ってきてもらって、うん、ご飯をするゲームをじゃあ決めましょうかね。ええ、はい、ゲームを決めましょうかね。何しますと、トランポにします。あ、サイコロにします。ベッドが見てから決めましょう。トランポ、とりあえずゲームはじゃあババ抜きにするよ。もうみんな知っとるよ。ああ、もうそれが明瞭ですね。もういらんやろ。あ、はい。で、5番抜きでもどうやって取るんやろ。え、1抜きに。なるほど。ああ、抜けた順から抜けた順でとかでもいいし、まあ別の普通にうまそうけど、何回も取るやろ。カルカといらんよね。お腹下すんですよね。焼きそばだけやん、これ、うん、いや、こい、も買ってきたやつバカやろ。で、焼きそばやん、普通の。これ順位よ。なんか順位関係ある、これ。あ、でも辛いやつとかが、じゃあ1位が分かった分かった。こういうセットがやってた。これセット、うん、これ多分こうやろ。あ、そういうことですか。で、一番最後負けた人はもう、はい、全員ですか。もう全員入れるよ。え、じゃあもうババ抜きで、じゃあこれババ残ったら決めればいい。別にもうそっち別順番決めんでくない。あ、うんうん、確かに。じゃあババ抜き気にする。うん、で、一番最後に、負けた人がこれ。で、他の人はもう好き。俺もどういうでもいいかも。これいや、食べたことないですね。僕、激辛焼きそば。あ、じゃあ全部ペヤング、全部ペヤングや。ペヤングや。いや、ちゃう。2から2。入れます。九州男児がなんで UFO 入ったらんってやつ。まあまあ、ちょっとトランプ持ってこよう。はい、持ってきます。地獄辛い。それ、本当に嫌やな。なんかもな。いや、マジで大きく嫌い。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方は感じるよね。なんて感じるんですか。
気にしてください。これ罰ゲームもできるトランプになる。喫食には十分ご注意ください。じゃあよく殴って。手ぐらんで大丈夫ですか？あの、ごちゃごちゃの。はい。座ってきます、ね。え、これ見せると？表？これ、見てくれ、ハゲ取るやないか。見てみる。それでも先見的なやつや。マー君。なんか糸が途切れたっていうか、ちょっとなんか楽な感じでやっちゃったのが良くなかったですね。ちょっと気にしめた。2人でやりそうですよ。翔太郎もまあまあ危なかったよ。ちょっとね、あのカメラで撮れとらんやったけど、言えんやったけど、まあやばかと思うよ。ハンデ取っけ。よーい、来た。ババ抜きとかでも久しぶりやな。久しぶりだいいかな。だいぶ昼や。このババア2つ入っとるあるあるあるよ。あー、わからん。あるある、ババ抜き。じゃあ最後、最後に終わったとか。じゃあ時事抜きにしましょう。1枚抜けばいいや。わからん、まあ、1個しかない。ああ、そっかそっか。最後残った2人がじゃんけんですから。さあ、その2人で決めてもらいましょう。さあ、取っていいですか。進む。あれ？さっきやったけど。ジンバラ、ジンバラ。こんなにないもんね。ね。あ、ストップ。アウト。すぐやった今。こんなにないもんね。ね。すぐやった今。何の面白い。様子なかったでしょ。一回目ですよ。はい、あと一回でも退場ですからね。よーい、スタート。もうこれ3枚から全然。え、やば、もう終わりや。何？やばー。俺ずっと3枚あったのに。よし、これも。え、やば。いや、俺めっちゃ動いたけど。やば。選んどこ。大盛りかな。でそこは1位であれでしょ、からかやつでしょ。僕その辺は終わり。そんなわけない。イエーイ。どれにしようかな。もう一回取っていいんですか。あ、もう一回取っていいんですか。取って今ある、1枚バーバーがある。俺も焼きそば。よし。でこれ。これ塩。じゃあ俺普通の焼きそば。俺やん。よいしょ。はい。はい、どうぞ。はい。はい。どうぞ。はい。どうぞ。どうぞ。え、これお湯どうするんですか。各自カップ焼きそばにお湯を入れ待機するメンバー。ここで刺客を送り込むリルレ。了解。笑いの刺客としてリルレの1万円を阻止するべく刺客として派遣されました。2回いましたよ刺客。ゴブ太郎です。笑いを阻止するため。笑いは阻止したらダメですよ。笑わかせないといけない。あ、よろしくお願いしますよ、ゴブ太郎さん。何ですかそれ。ウサギちゃんで飼ってるんですね、ウサギを。2匹。
まあ見てる皆さんも楽しんでいただければ。そういうのいらないんで。そっちのアングルがいいよって言って、うん、こっちで続けていいよって。